ホンダドリーム CB754 ドリーム CB754 ドリーム CB754 はホンダ技研工業がかつて製造販売していたオートバイである形式名 CB7501969 年に CB シリーズのフラグシップモデル的存在として発売された量産オートバイで世界初の 200kmH を超えたオートバイである 日本国内のみならず輸出先でも高評価を得て国内他メーカーも追随し社会現象ともなったいわゆる七半ブームを巻き起こしたほか日本国内メーカーの国内仕様で排気量上限は 750cc までするメーカー自主規制を作る元となったモデルでもあるまた輸出では1ドルイコール360円固定相場の 時代であったことから同社に莫大な利益をもたらし、二輪車のみならず四輪車の生産にも弾みをつけた。なお社名に付帯するペットネームのドリームは、同社が当時の排気量 250cc クラスから上級モデルに使用していたシリーズ商標で、創業社長であるホンダ総一郎の夢イコールドリームからの引用である。本モデル以前に、 同社の大型自動二輪車カテゴリーでは1965年からドリーム CB450 が製造販売されていたがメインマーケットとされた北米市場での評判は決して芳しくなくより大きな排気量でゆったりとオートバイを楽しみたいという要望があったそこで時期モデルを模索しているところにイギリストライアンフ社が排気量 750cc クラスの9レイオン ストローク3気筒、エジンモデルを開発しているという情報が入り、1967年10月頃に本モデルの開発を決定。翌1968年2月に約20人でプロジェクトがスタートした。当時の同社は、スーパーカブの爆発的人気により二輪車生産数は世界一となっていたが、本モデルで質と量を備えたオートバイメーカーになる計画を立て、 ライバルとして上実したトライアンフのほか BMW、ハーレー・ダビッドソンなどに対抗できる性能と信頼性の確保から当時のオートバイとしては最大級の排気量となるため製造には量産化と面ン,ンス性を十分考慮した技術全てを結集させた上で以下の目標が設定された。実験、設計変更を繰り返し1968年夏頃にはプロトタイプが完成し、 実装テストを開始。同年10月に開催された第15回、東京モーターショーに参考出品。1969年1月には、ネバダ州ラスベガスで開催されたディラームけイベントで、アメリカ合衆国向け使用者を発表。同年4月から、大和工場でエンジンを、浜松製作所で車体の生産を開始。同年4月から、北米地区向け使用者の輸出を開始し、 同年6月に発売。日本国内では同年7月18日発表、8月10日に発売された。車体はフレームにダブルクレードル式を採用し、サスペンションは前輪をテレスコピック、後輪をスイングアームとした。搭載される CB750E 型エンジンは、空冷4ストローク4気筒にバルブサイチェシーとし、 内径 X 工程は 61.0AX63.0mm に圧縮比を9.0に設定。排気量 736cc から最高出力 67PS、8000rpm、最大トルク 6.1kgm、7000rpm のスペックをマーク。変速機は左足動式5段マニュアルトランスミッションを搭載する。 エンジンオイルの潤滑方式はドライサンプでオイルタンクは右側サイドカバーに設置する。また液ーストマニホールド並びにマフラーは本モデル最大の特徴ともなった4本出しとし、これらのスペックから交渉最高速度時速 200km で 400m12.4 秒とされた。クランクケースやオイルパンは当初完全量産化を考えておらず。 専用の設備もなかったことから砂型鋳造を行っていたが発売後に受注が殺到し日産25台の生産計画が100台以上に膨れ上がりバックオーダーを抱えるまでになったため約7400台ほど製造した1969年9月から設備を更新して完全量産のダイキャスト金型による生産へ切り替えられた前輪ブレーキには量産車としては 世界初となる油圧式シングルディスクブレーキを搭載した。また本モデル並びに CB750 十ーケーは形式名の後にモデルイヤーごとで K 数字の通称がつく。この法則性は後述する派生車種の CB750 十ー、e、インエアラらでも適用された。なお本モデルは1971年7月には、車体の同年10月にはエンジンの生産を 鈴鹿製作所へ移管。百七十八年八月には、同年十二月から発売される後継モデルの c b 七百五十 k への移行に伴い生産中止となった。通称経営の販売開始。日本国内での販売価格は三十八万五千円とされた。上述したクランクケースオイルパンの鋳造が砂型、ダイキャスト金型のほか、生産途中での設計変更も、 多数行われた。マフラーは、無版もしくは、HM300 と呼ばれる特殊メッキ処理で光沢がない、タップを装着する。通称 K1 へのマイナーチェンジで以下の仕様変更を実施。通称 K2 へのマイナーチェンジで開発コードを、K1 までの300から341に変更した、上で以下の仕様変更を実施。1971年に、 海外向けとされた計算と、ほぼ同仕様である通称 K4 へのマイナーチェンジを実施。通称 K6 へのマイナーチェンジで一家の仕様変更を実施。1977年に講述する DreamCB750 方形、モデルチェンジされる形で生産終了した。白バイ仕様。1970年に、 警視庁向けとなった K0 ベースの P0 を皮切りに各都道府県警察に納入された。シングルシートやライトケース一体の追尾測定対応速度計などの専用装備を持ち、サイレンは後輪にフリクションドラムを押し付けて回転させる純メカニカル式が搭載されたが、後にベース車両のマイナーチェンジに対応し、追尾測定対応速度計はライトケース別体の2眼式へ。 サイレンも電子式へ仕様変更などを実施。4E ベースの FHP まで生産を継続し1980年まで運用された。1975年6月24日発表発売。形式名 CB750 回 CB750 ーと併売される形で追加されたカフェレーサースタイルを取り入れた派生モデル。4インという1集合タイプマフラー。 後輪シングルディスクブレーキ、小物入れ付けシートカウルなどを装備し、安全面の配慮から、テールランプウィンカーの大型化など外装面での変更を実施した。1977年4月21日発表、同月22日発売で一家のマイナーチェンジを実施。上述したドリーム c b 7 5五十四 E のマイナーチェンジと同時に発表、発売された派生モデルである。 ラインアップ上は、K0 から続く、ドリーム CB750 フォーの後継モデルで、通称は、k 七であるが、後輪の十七インチカや、段付きシートを採用するなどの相違があるほか、形式名は、ドリーム c b 七百五十フォー E と、同じく c b 七百五十回となる。なお海外向け仕様のみ、シート形状を変更した九百七十八年モデルイコール通称、K8 が生産され、 本モデルは終了した。3要素1段に小形常時広報式2段リターン、ホンダマチックオートマチックトランスミッションを搭載する、モデルで1976年より、北米向けに販売されていた、形式名 CB750A を1977年4月21日、発表、同月22日発売。社名のエアラは、英語のエラ、 時代とオートマを組み合わせた造語で、エクスパンズオートマライディング、AG イコールオートマチック時代を開くの意味合いが、込められた。最大の特徴である、ホンダマチックに合わせたチューンを実施しており、エンジンは、キャブレター p w 二十八 p w 二2 4圧縮比九点二七点七へ変更した結果、同時発売された、上述の CB750 方形の最高で 65PS、 8500rpm 最大トルク 5.9kgm 7500rpm がそれぞれ 47ps 7500rpm 5.0kgm 6000rpm にでチューン。他には潤滑オイル容量を3.5リットル5.5リットルへ増大しウェットサンプカ一時減速比1 7 0 8点4 1 9 最終原則比3.1762.733、クラッチレパー廃止、パーキングブレーキレパー設置、タコメーターシフトポジションインジ経営に変更など、マニュアルミッション搭載車との相違がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。